Welcome to ガンダム。どうも、シルビです。さあ、行きましょう。連邦側ですね。大きい、いいキャラ。ただちょっと、他のキャラも結構被ってるんで、少し違うキャラも入れたいなと思いつつ、やべ。あんまりですね、バリエーションがないな。いやー、簡単、サンダーボルトのジムは、タンクとしてはものすごい簡単なんですけど、いざ軽く取ろうと思うと結構大変みたいなね。そんなキャラ、ね、マーク5作ろうかなと思って、パラサーテンでマーク5。いやでそうすると使いたいキャラが増えちゃう。やべやべやべ、危ねえな今、交通事故だよ。いいチュー、ミサイルだな。ヒルはなさそう。あ、味方に当たった。あ、瀕死ばっかり。自軍補給艦ビートが設置されました。補給艦の誘導をお願いします。グフですか、わかんない。さすがにここ回復していいですか。動き行きたいです。5号機でした。5号機結構なんかもうほぼレギュラー化してますね。とても楽しいんだよね。オールレンジでできて、でヘビーライフルを最大限活かせるっていう、まあ、マラサイ残党軍であったりとか、個人的にはあのライデン専用ゲルグがもうちょい扱いやすければ、あいつもこいつと同じビームラフル、まあビームショーないですけど持っているので、ただブーストの使用がちょっと特殊でそんなに速くないっていう、ブーストが意外とね微妙な使用なので、あとビームラフルと同時持ちできないっていう、それはこいつと一緒なんですけど、こいつはビームガンを持ってるんで2の手があるんですよね。その点の差が、しかも俺の方がロケシュっていう、地味だけど行きたいですよこいつは。まあ地味は否めないです。こいつも撃たれないもんね。連邦ジオンでここ来ると超撃たれるから、なぜかというか射程の差もあるんですけど、全体的な射程の差があるんですよ。まあ、この武器がもうあそこ出たら超撃たれる。ピューピューピューって言って全体的にジオンがショートレンジだっていうのがよくわかるんですよ。こいつもあれですよ、行ってもパネルぐらいでしょ。でこう上取っとかないとまずいんじゃない。敵の2の手がほら、ま、あんたも運が悪かったってことだね。ここは取っておいた方がいいじゃん。ギガンか。俺は倒せる。危ね危ね。自軍補給艦が誘導地点に到着しました。自軍補給艦ビート機関から指示が届きました。援護する仲間がいないとこうなるのさ。すごい多いな。敵艦はもういないぞ。
敵のミノフスキー粒子散布により一時的にレーダーが無効化されます。調子抜けだね。これじゃ素人と同然じゃないか。いかがかしら。いけいけいけ、何してる。レーダーはダメになったか。でも目視で十分さ。長生きで自軍補給艦が誘導地点に到着しました。上大丈夫見えねえけど。拠点を占領しました。指示が届きました。自軍補給艦ビーコン安心してください。受け取ってるっぽい。レーダーが回復しました。で、あれだ、エースがあんなとこに来てるから。あ、いないわ代理式。よくわかる。いない、いないパターンだ。自軍補給艦ビーコンが設置されました。2の下は行くけど上行かないってパターンでしょ。知ってる。大使帰ってやばーい。立てれ立てれ立てって、お願い立てってください。ここは体勢を整えて。今立てればしました。これじゃ素人同然じゃないか。敵のミノフスキー粒子散布により一時的にレーダーが無効化されます。バズーカを持っている関係でブーストの容量はそんなないです。マシチケですけど動かないですね。ブーストはい、もうちょっと遅めなんで。こうなってもロックが来ないでしょ。これの射程の差もあると思うんだよね。割といいファイトなんですよね。ジョンは全体的な傾向として。まだこんな兵力を。あ、2に湧いてる人ですね。3に湧いてないから。もう3にここに来ると3に湧いてこう全然わからない。もうほぼ取ったも同然ですね。あとはここで時間を合わせて自動でやったりとか。あとは下にどんどん落ちていってプレッシャーかけていけば3も取れちゃうっていう段階ですね。上にスナイパーいたでしょ。ガン探りしてくる。すごい。
さすがにちょっと火力が、火力ガーベラ系が3、2機とバズーカか。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。まあもうバルカンしか持ってない。これは軽減率を上げるための措置です。慎重に行動しろ。こういうところ大好きですね。大好物です。ガンガン使いって突っ込んでます。だけど、ここにマーク5入れると、入れる場所がないんじゃないかな。入れる場所がないです。これ左か。こっちの場合は。右からでも行きますか。左側の方、あっちの方が行きやすそうです。近そう。まあ、指揮してもですね、ブーストチャージはちょっと低めですね、こいつは。まあ、十分コスト相応っていう話なんですけど、まあ、コスト帯自体が240とかそんなもんなんで、そんなもんです。だけど、なんか武装が明らかにコスト、340か60ぐらいあるんで、こいつは。そういう意味で、非常にですね、カメラガン食らった。自軍補給艦ビーコンが設置されました。補給艦の誘導をお願いします。動きがどこだよ、カメラガン。あいつか。破壊しました。君たちの奮闘に期待する。もう相手はなんか諦めムードが。あれ死んだ。命から当てにさせてもらうぞ。いかがかしら。倒させていただきました。登場登場。みっかみたいな。こもっかなみたいな。軽いノリですけど。指揮官から指示が届きました。調子抜けだね。これじゃ火力だけ。戦いは一瞬で決まる。迷いのある方が負けだ。やるね、あれは。調子抜けだね。こいつは俺が引き抜けた。これじゃ素人同然じゃないか。レーダーはダメになったか。いい感じだね。少し調子に乗ってたから。誘導地点に到着しました。やべえ、死亡フラグ。あ、惜しかった。無茶でしたか。ちょっと調子乗りました、すいません。うわ、来た。やめて、こっちはやめて。さよなら。
ットブーストチャージはそんなに高くないんだね、こいつは。ベベベベベ。あ、でもそんな食わないんだよ。あ、そんな食わないんだよ。ファンネル系多すぎじゃね？指揮官から指示が届きました。相手の出方を伺う。残り5秒を切りました。出し切れなかった。やらせはせん。出し切れません。その代わり死にませんみたいな、そんな感じの機械ですけど。緊急キットもそこそこね、短いですからね。ちょっといいとこ見せちゃったかな。やるね俺も。あ、これ3取った。敵軍戦略ゲートよ。指揮官から指示が届きました。給料をただ取りするわけにはいかんからな。北攻めたい。 N の方がいいかなとか思ってM だとかなりね粘着できるんですけど、まあ、見ての通り火力はそんなないんで。敵のミノフスキー粒子3分に一時的にレーダーが無効化されます。どういうつもりか知らんが勝つ気はなさそうだな。火力はそんなにない。出撃する機体を選んでください。出撃する地点を選んでください。指揮官から指示が届きました。作戦時間が残り3分を切りました。敵補給艦ビーコン破壊しました。これじゃあ死ぬこと当然じゃないか。だから短期でサンダーボルトは短期でどうにかするんだったらサブ持たなきゃいけなくて、そうじゃなかったらチームで動かなきゃいけない。解除してないと昼間スターよろけさせた後とかにビームで動くっていうようなことが必要になるんですけど、これアンチかな。激しい。君たちの不幸に行きたい。大丈夫だ、修理は任せろ。いただきます。け修理を取る。マジかよ。立てたしかも。もうほぼ終わりです。やめてください。終わりです。
そこはね、ジオガはすごい戦いづらいのも間違いないって言って、モリッと持ってかれたな。という感じでした。やはり射程の長い機体を入れていくか、先にガツッと取るかっていう、どっちかをしないときついですね。一度取られちゃうと取り返しづらい、まあこれはそれはジオの連邦に限らずですよ。ジオン型だとやっぱり飛んでくるのはファンネルだけだった。他の機体であそこで軽、まあもうだから本当はもう1段階ぐらい屋上を下げたらもっとこのマップ熱くなるんじゃないかなって思ってるんですけど、天井ね、もう2段階ぐらい、ちょうど今ギリギリ階段というかスロープがあるところの高さぐらいを屋上にすればもうちょいなんか密度濃くなるのかな、中央のね。でそれ濃くなるから上も行きやすくなって、で北と南に人が分かれて凸が通りやすくなるんで、今もうなんか中央行っても仕方ねえからって言うんで、北と南行っちゃうパターン割とある。もうちょいニューヨークの建物が低くなったのと同じように、あそこの中央ももう1段階か2段階低くしたら、まあ、もうちょいみんな追っかけを行ってくれる、屋上行ってくれるかなっていう感じですね。行ってくれるとこうやって取るとすごく楽になるので、そんな感じでございました。まあ、アーク5を作るとなるとこのデッキの中だとどこに入れるんだっていう話になってくるんですよね。だこいつはこれにしてもいいか、そんなに威力変わんないんですけどね。6個か、6個持ち上げればよかったか。でサブでここをサブ入れて、私のビームシュー本当はねショットガンでいいと思うんですけど、ビームカーリオビームスプレーガンでいいと思うんですけど、カルビームスクリーム、私はビームシューターだから、ただこの2連ビームライフル入れたいっていうだけなんですよ。ここにね。まあ、ダメージ減が 1% 変わるぐらいですから。あ、違うわ。変わる。結構変わるんですよ。2% か。ブースト容量が。まあ、だけど、相手をよろけさせた後、まあ、これより、ビームシューター関係なくこれで行った方がいいかな。いや、だけど違う。まあ、そんな感じです。あくまでも、このディフェンスモードベースで、そのか、ちょっとね、こいつ悩んでんですよ。悩んでんの、ね。そんな感じでございました。それでは今回はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。